当曲数何曲ぐらいですかね。80ぐらいはある。おお、すごい。僕の中でもバージョン7ぐらいまであるんです。おお謎迷宮をクリアした後に現れる死神ちゃんの活躍シーンみたいな。あ、雨の帯域が常に埋まるんだろうなっていうのをやっぱ考えながら。マブダチ、マブダチ、マブダチ。はい、皆さんこんにちは。ファミ通 .com の三岡です。そして電撃オンラインの河内です。はい、ファミ通と電撃の共同制作という今までにないスタイルでお届けする番組、ほぼ週刊レインコード通信、今回は第4回となります。レインコードはスパイクチューンソフトと東京ゲームズのタッグによる完全新作で、リリース日は6月30日、発売に向けてゲームの魅力に様々な角度から迫っていこうというのがこの番組になります。本作と各関係するゲストをお迎えして全8回にわたって第2回から毎週でお届けしております。できるだけ多くのゲーム動画や開発エピソードを披露して、ゲームが持つ独特の雰囲気をお伝えしたいと思います。中には少しだけネタバレが入るかもしれませんが、ご了承ください。そしてもう一人の番組レギュラーをご紹介します。超探偵事件簿レインコードのシナリオディレクションを担当されました、東京ゲームズの小高和孝さんです。はい、よろしくお願いします。東京ゲームズの小高です。はい、お願いします。よろしくお願いします。第4回になりますけれども、またまたおじさん会がやってまいりました、うん、そうですね。もうちょっと綺麗どころ入れないと合間合間に声優さん呼んだりとかね意外と需要がある、はい、おじさん会、おじさん会に需要があるんですか。ある新ままに言います言い切りますあると思って、あると思っていきましょう。知りたい気持ちはありますね、なおこの番組はファミ通と電撃の共同制作となっているため、第1回と5回から7回は YouTube ファミ通 YouTube チャンネルで、第2回か4回までと、8回を電撃オンラインチャンネルで公開させていただきます。はい、早速ですが、ではもう一人加わっていただいてお話をお聞きしたいと思います。今回のゲストは超探偵事件簿レインコードでサウンドプロデューサーを担当されました高田正文さんです。サウンドを担当した高田と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。綺麗どころじゃないですおっさんが出ました。おじさんがいいです。ゆるい回でやっていきましょう。需要があると思いますはい、で本日は高田さんに本作の楽曲に込めた思いなどをお聞きしたいと思います。はい、はい、まずはその小坂さんと高田さんの関係から聞きたいんですけど、今は同じ会社ですけど、その出会いとか。出会いもでも完全に弾丸論破ですね。そうですね、はい、弾丸論破の初代プロデューサーをやってた寺沢が高田さんを紹介してもらって、でそこで作るようになったからですね、うん、はい、そうですね、うん、15年ぐらいですか。もう長いよね。そうですねだいぶだいぶ経つ、はい、ま、マブダチ、マブダチマブダチから同じ会社になっていって高田さん、今回その弾丸論破の楽曲ではなに続いてレインコードを、はい、携わって手掛けてらっしゃいますけども、はい、弾丸論破との共通点とか逆になんか異なる点とかあればお聞きしたんですけど、共通点はあんまり意識はしてなかったんですけれども、小高と作ってれば自然とこう、まあ、寄ってくかなっていうところがあります。まあ、ただ、うん、あのレインコードの場合はあの 3D 空間なので、あんまりそう弾丸論破っぽく作っちゃうとあのうるさいかなっていうのがちょっと若干最初にあって、ちゃんとあの画面の中に情報がすごいたくさんあるので、はい、うん、それといい塩梅に音楽がなるようにっていうところが一番やっぱちょっと苦労したというか。結構レインコードは落ち着いた曲が多い感じですかね。そうですね、でも結局自己主張はそう高田さん節はそう、うん、そう、あの、まあ、でもあの雨が降るっていうキーワードがあったので、うんうんうん、やっぱあのなんだろう、まあ、通奏低音じゃないですけども、こう雨の帯域が常に埋まるんだろうなっていうのをやっぱ考えながら、なるほど、雨のさーっていうなんか降ってる音を意識しながら BGM を作るっていう、ね、そうですね。だから音楽的に言うとちょっと助かるんですよね。その厚みをこう音楽だけでこう、弾丸論破の時は音楽だけでこう空気と世界観をこう作っちゃわなきゃって思ってたんですけれども、はいはい、そこが ある程度こういてくれるので、雨が、であとはもうどれだけ記憶に残すかっていうところを、うん、でまあ、このレインコード遊んで、まあ、10年ぐらい経った時に音楽だけ聴くとあの頃のこう思い出が浮かぶみたいな、うん、そんな感じにできればいいなって思いながら作りました、うん、まあ、でもありますよね、弾丸論破の楽器裁判の曲聴くと楽器裁判のシーンを思い出したりとか。あ、そうですね、そういう、まあ、常にゲーム音楽作る時はそんな感じで作ってます、うんうん、小高さんから楽器に関して原さんにリクエストとか指示とかあったんですか。でも基本全部そうなんですけど、まあ、
最初のチューニングというか最初に作る前に大体こういう作品ですとか、うん、こういう雰囲気でとかいうのを話して、はい、まあ1曲できればでそこでチューニングが合えばもうあとは ほとんどお任せですね、うん、で弾丸論破の時も弾丸論破の時は多分最初にあ処刑シーンですよね作ったあそうですね処刑シーンを作ってで最初に作ってもらったのが弾丸論破のブリーフィングのちょっと緊張感がある曲がありましてそれを最初モノクマの処刑に出してくれたんですけど、うんまあ、結構怖い感じだったので、うん、もうちょっとふざけましょうみたいな感じ で今のモノクマの処刑になって、まあ、そこでもうなんかチューニングがあったというかあこんな、うん、こんななんか残酷なんだけどこんなふざけていいんだみたいな感じで合わせてからもモノクマも変なですかあれだよね真面目にふざければいいんだなっていうのは、うん、そこで掴んだ気がするよね、うんでまあ、作品 その雰囲気が合えばもうあとは基本任せなんでレインコードも最初の曲ができちゃえばもうあとはもう、うん、その上がってくるのをそのまま聴くだけみたいな感じでしたねうん、まあ、でもね1曲目は大変だったねここ数年で一番苦労したというかそんなレベルでなるほどそうですね、まあ、今回あれあのテーマ曲から作ったんで、うんはいうんまあ、弾丸論破の時もテーマ曲は何曲か作って何か感覚掴んでから作ってもらう形だったんですけど今回は1曲目がねそうそうもう PV とかを作る関係上ちょっと早めにみたいな感じでいきなりテーマ曲だったんでちょっと苦労はしたのかなっていう、うん、いきなり勝負曲を作るみたいなそういう感じだから、うん、あのまあ小高には1曲しか聴かせてないかなあ何回か聞きました、うん、で僕の中ではもうバージョン7ぐらいまであるんですおで7ぐらいまでは結構似てた曲だったんですけどなんかちょっとどうも違うなっていう感じ はい、で、まあ、あのバージョン8ぐらいがこの後流れるレインコードって曲なんですけど、はい、じゃあ結構ガラリと変わった感じですかガラリとか、なんか珍しく俺の方から参考曲こういう雰囲気をみたいなのを渡したりしましたよねそう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 、なんかね最初さっぱりわかんねえとか言ってえ弾丸論破じゃないんだよねっていうところからまず始まって、はい、で悩んでバージョン8ぐらいな感じ、うん、じゃあここからは実際にレインコードの楽曲を実際に聴きながらお話を伺いたいと思います、はい、実はあらかじめ高田さんにおすすめ曲をピックアップしてもらいました選曲の基準は選曲の基準ああ選曲の基準ね目立つやつというか、うん、まあやっぱネタバレのような曲は出せないので、はいはいまあ、あの記憶に残りそうな曲を選びました、うん、じゃあ早速聞いていきましょう1曲目こちらレインコードです、はい、この PV とかでも流れてるものでこれがメインテーマになるそうですねこれがあの先ほど言ったバージョン8まであるゲーム内ではどういうシーンで流れてるんですかこれはあのメインテーマとしてオープニングみたいな、うん、って言っていいのかな追加大丈夫オープニング、うんうん、いい感じのところでいい感じのところで要所要所、うんはいうんね、ガーって最初にちょっとした盛り上がりがあって来るぞっていう感じの、うん、ああなるほど結構レインコード全体のテーマともかかってきてる曲ってことですよねそうですね、うん、このフレーズを元にした楽曲があのいっぱいあります、うん、総曲数何曲ぐらいですかね、何曲なんだろう数えてない、うん、M ナンバーで言うとなんか100とかあるけど、まあ、飛ばしてますね、飛ばしてあるから、うん、まあ7、80ぐらいはあるすごい、うんそのバージョン7ぐらいまではイメージ違うものだったんですか、はい、そうですねあのバージョン7までの曲も実はあの後半の方で出てくるんですけどあ、まあ、ちゃんとなんだろうボツにはしたかったんですけど、はいはいはい、生かしてちゃんと利用したんですけどあのこの木琴みたいな音でタン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 っていうのが、うん、あの僕的にはこう弾丸論破とちょっとリンクはしないんですけど、はいまあうん、フレーズ的には似てるかなっていう今回はダークファンタジーみたいな感じでちょっとファンタジー要素みたいなのが欲しかったんで僕は雰囲気的に、うん、そういう意味では、まあ、ぴったりかなっていうか、うん、打ち込み系っていうよりはやっぱこっち系の方が、うんうんうん、いいなって感じでしたねやっぱこのレインコードっていう、こう世界
はなんかちょっと日本じゃないし、何かとはいえなんかオリエンタルな感じな要素もあるところで、なんかひらめいたというか、すごい苦労してひねり出した曲です。わかりました。じゃあ続いての曲いきたいと思います。探偵の歌です。それはどういう場面で流れる曲？これはです、ね、街歩きの時にちょくちょく流れる感じですね。だからこの金井区を歩き回ってる感じの、まさに雨と一緒に流れることが多いかなっていう、うん、そうですね。結構おしゃれでダークなイメージとはまた離れた感じの、ちょっとポップな感じもしますね、うん、これは、まあ、ポップでありつつでもちょっとなんていうかマイナーというかダークな旋律は、うん、考えて歩くっていうようなテーマがあって、うん、この、 あのメロディーなんですけど、これはもう本当僕が散歩しながらこう鼻歌で思いついたようなフレーズで、実際に歩きながら浮かんだっていう、ね、そうですね。で、雨の中歩くいったらこのメロディーだろうっていう、まあこれを作ってる時に、まあ、夜じゃないですけど、ちょっとあのテンションが低めのシーンもあるだろうっていう思ってまして、まあリストの曲リストの中にもあったので、最初にこう夜バージョンというかテンションを落としたバージョンの方をすごい思いついてて、ただ制作の途中ではこっちの方が先に作らないといけなかったんで、これを作ってる時にもう本当夜バージョンを作りたくてしょうがない、やっぱそう、高田さんはもともとがピアノなんでベースが、うん、だからやっぱこうピアノの旋律が入ってくると、うん、やっぱこう高田曲っぽいなっていう、はいはい、うん、高田節と言われるような感じのそうですね、うん、はい、だから一番結構この曲はよく耳にすると思うので、うん、まあしつこすぎずかといって印象にも残るのでっていう、うんうん、そうですね。ずっと探索しながら移動している最中が聴いてる曲ってそうですね、はい、うん、その夜バージョンっていうのはちょっと例えば人が少ない街を歩くときとか、なんか違う場面で流れるみたいな、まあ そうね、そういうイメージ、まあそういう状況の頃、うん、時に流れるみたいな、うんうん、多分この曲とかゲーム遊んでいただいて10年後とかに聞くと、あのゲームってリンクするような雰囲気になればいいなっていう、はいはい、ました。続いていきたいと思います。瞑想登場です。お願いします。こちらは結構緊迫感のある、ちょっとイントロ長めなんですけど、これは謎迷宮で使うところなんで結構会話が乗ってくるっていう想定ですよね。で多分うろ覚えですけど、会話しながら流れてるシーンが多いんで、謎迷宮の曲は結構展開ある方がいいみたいなお願いはした気がします。完全に BGM っていうよりは、うん、後ろで曲がどんどんこう変調していくというか、展開変わってくる方がこういいかなっていうので、だからこの曲の中でも結構こういう風になんか抜けたりとか、はいはい、ボイスが入ったりとか、はいはい、結構後半声とかヘリとかね、うん、はいはい、いろんな、あ、この曲の中に、この曲の中に、まあ、でも最初の謎迷宮って何っていうところから始まって、誰もが思うところですね。 それはスタッフ全員が思うユーザーも思うし結構後半までよく分からず、まあ、結局実況を見ないと分からないですよね。そうそうそう、で小高の席行って2人でねこう歩きながら曲流して、でもうテンポ感とかこれでいいのかなとか思いながら、でなんかね、なんかインドなんですよ僕の中では。小高からは言われてないんですけど、えインドとか言って思ってて、その辺なんかちょっとそれっぽい声が入ってる、もうこの辺はもう僕的にはもうふざけちゃってるんですけど、はいはいはい、結構ゲームの中で聞くと普通に合っててよかったなっていう、何しろこの曲はバージョン違いが結構多いですよね。多いね、うん、やっぱその謎めいていうのがこう推理していくごとにどんどんダンジョンが奥に進めるっていうテーマなので、曲もどんどん変わっていくというか、最初はここからスタートするけど奥に行けばどんどん違うバージョンというかなっていくので、結構似たような曲だけど全然違う曲みたいなのが、うん、パターンをたくさん作りました、ね、
それはだんだんテンポが上がったりとか音が増えたりとかそういう感じで、まあ、静かになる時もあれば状況に合わせてみたいな感じですね。あ、これ最初はなんかなかったよね。最初なかった、ね、リストにはなかったんです、うん、なくてやっぱ必要だねっていう感じになって、うんうんうん、あ、だったらこの曲ならアレンジしやすいし、はい、いろんなバージョン作っちゃおうみたいな。インドはやっぱりインド映画っぽいイメージをされたんですか。あ、最近ね大人気の大人気のインド映画がありますけど、はい、インド、まあ、でも踊れる感じではないんですけど、なんだろう、こう横、ちょっとなんだろう、なんか古い感じのこうちょっと横に揺れる、なんていうんですか、なんていうのかわかんないんですけど、高田さんの中のインドが出てる、インドが出てる。続いてハートキャッチ断罪断罪です。すごいタイトル。突っ込みたくなりますね、このタイトル。ボス戦みたいです。これはどういう感じの場所で流れるんですか。これはですね、まあ、タイトルからなんとなく分かるようにこう断罪ですね。謎迷宮をクリアした後に現れる死神ちゃんの活躍シーンみたいな、そのムービーで流すところですね。完全に映像合わせで作ってもらってる曲ってなんですね。これはね、カットシーンを見ながら高田さんも作られた。そうですね、まだ最初は、まあ、リストにこの曲を作らなきゃいけないっていうのが書いてあって、でもう全然わかんないんですよ。説明もないし、はいはいはい、どういうことっていうところから始まって、わからないんでもうずっと後の方に撮っといたんですよ、うん、で、まあ、映像の方が先に上がって、上がってきた段階でもうほぼ完成形に近い形になってて、まあでもおそらくあの映像を作っていただいた人もこうちゃんとテンポ感を考えて作っていただいてたみたい で曲を後からつけたんだけれども曲にすごい合ってるっていう、曲を聴いて作っていただいたのかなっていうぐらいなところまで、あのリンクしてるんですけど、リンクというかまあ同期してるんですけど、まあでも曲の方を後に作ったっていうちょっと変わったパターンで作って、それでは最後の曲になります。一粒の砂の真実です。この楽曲はどういうシーン。これはもうまさに操作場面ですね、うんうん、一番弾丸論破に近いかもしれないですよね、うん、雰囲気的には、うん、曲の雰囲気も弾丸論破っぽさがありますよね、うんうん、そうですね、弾丸論破っぽさというよりあの探偵っぽさ、そう、長めにそもそも探偵、うん、ミステリーとして、はい、うん、やっぱミステリーっぽさみたいな、うんうん、この音色もそうですね、うん、これはもうあのちょっと寄せましたって感じなんですけども、ああでもこの曲って最初リストにもなくて、最初違う曲ができてたんですけども、うん、で唯一今回 あのリテイク曲というか、あ、そうなんですね、はい、で、あのまあ、小高がこれちょっと変えたいんだって言われて、で、まあ、元の曲も他のところで使われてるんですけども、ちょっとあの探偵っぽさが足らない、あの最初のバージョンでは足らないって言われて、で、まあ、これはあの何こうちょっとエディットするよりも作り直した方がいいなって思って、で、あの作ったんですけど、これを作って本当に良かったって思うぐらい、なんかゲーム全体がなんだろう、しまったしまった感じがします。へ、うん、やっぱこう結構なんですかね、アドベンチャーやる人だと分かると思いますけど、操作は操作で好きじゃないですか、うん、結構あんまりアドベンチャーやらない人だと操作シーンってなんか答え出ねえのにめんどくさいフラグ総当たりでしょみたいなイメージありがちだけど、好きな人をやるとこうなんか近づいてる感というか、はいはいはい、あれはあれでワクワクするじゃないですか、なんかあれをこう音楽でこうやっぱ相乗効果というか乗せていきたいみたいなのは、うんうんうん、やっぱそのアドベンチャー好きとしてあったんで、うん、ここその探偵っぽいテンションが欲しいみたいな、うんうん、やるぞみたいな動きになるというか、そうですね、うん、真相に迫ってるぞっていう感じが、はい、考えてるパーツとパーツでなんとなくこれ分かってる感が出てきてるっていうような感じの、はい、うん、あります、分かります、はい、では以上5曲、高田さんからおすすめ曲を挙げてもらいました。こちら当然ゲームの中でも聴けるわけですが、デジタルサウンドトラックもあるんですよね、高田さん。そうですね、であのレインコードにはデジタルデラックスエディションっていうのがあって、あのデジタルサウンドトラックがつくんですけれども、うん、その中にも今日流した曲の中から何曲かは入ってます、うん、それはあのちゃんと別マスタリングして曲としてこうアルバムとして聴ける形になってます。
じゃあやっぱりそのいろんな曲を聴くにはまずデジタルサウンドトラックで聴いてほしいっていうのはもういいかな、そういうもん両方聴いてもいいぐらいの感じですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もっといろいろお話に聞きたいところですけれども、今回はここまでとさせていただきます。高田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで改めて長短定時健保レインコードの商品のご紹介になります。長短定時健保レインコードは2023年6月30日に任天堂スイッチで発売予定です。そして、BGM のお話の中にもあったデジタル版のデラックスエディションです。ゲーム本編に加え、デジタルアートブック、デジタルサウンドトラック、サブストーリーを描く追加コンテンツ4種のシーズンパスが付属します。ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは最後に小高さんと高田さんから視聴者そして発売待ち望んでいるファンの方々へメッセージをお願いしたいと思います。まずは高田さんからお願いいたします。はい、レインコードのことをよろしくお願いいたします。まあ、音楽も一生懸命作ったのでぜひ聴いてください。よろしくお願いします。続いて小高さん、メッセージをお願いします。はい、まあ、音楽もこだわって作ったらしいのでらしい頑張ってだから結構そのスイッチなので携帯バージョンとテレビバージョンがあるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱ音的にはテレビでやった方がいいんですよね、うん、なので僕はテレビでプレイするのをおすすめしたいけど、みんなそれぞれ自由にプレイすればいいんじゃないかでもやっぱ本当音もすごいこだわって、いろんな本当めくるめくシーンを、相乗効果で生み出しているので、ぜひ、その辺も気を使いながらプレイしてもらえるといいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。この動画は全8回予定をしておりまして、第5回目の動画は6月9日公開を予定しております。次回はなんと主人公ユーマココヘッド役の福原克美さんにお越しいただきお話を聞きたいと思います。ついに主人公がいらっしゃいますね。はい、第3回では死神ちゃん役の鈴代さゆみさんゲストでしたけども、今回主役の2人目、うん、メインの、福原さんがいらっしゃるということですね、うん、俺の想像だと多分一発ギャグをやってくれるね鈴代さんがやってたけど、想像ですね、うん、想像ですけど、はい、だいぶすごいテクニックを披露される気がしますそうですね、それは、うん、想像ですけど、想像です、ぜひ楽しみに、はい、ということで次回の動画も楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。